皆さんこんにちは。シリーズでお送りしてます大自然に生きて、ここ高森町には鳥や動物、昆虫などのさまざまな生き物、そして草原には多くの植物が自生しています。番組ではこれらを四季折々に放送していますが、高森町の自然の素晴らしさを住人の方々に再認識していただければと思います。ご案内役は植物や野草にも詳しい井上真紀さんと、日本野鳥の会の会員でもいらっしゃいます高森町教育委員会田中忠さんです。今回はですね、野草園を飛び出して高森峠の山の中にやってきました。高森の宝です。そうですね、井上さん、はい、最近朝晩すごく寒くなったんですけど、なんかこの山の中の様子もちょっと変わってきたんじゃないですか。はい、もう高森はこうやって寒くなった分ですね、この紅葉とか、あとススキ、草原のススキとかがもう一番見頃を迎えてて、もう1年の中でも一番魅力的な季節かなって思います。そうですよね。はい、田中さん、はい、木の方はどうなんでしょうか。秋ってすごく木の実など食べ物がたくさんありますよね。まさしくそうなんですね。もう秋っていうのがですね、夏鳥から冬鳥に入れ替わる、そんな時期で、今日もですね、その木の実あたりを中心にいろんな鳥がいるかなということをとても期待してワクワクしてますね。見れるといいですよね。はい、今日今吉さん珍しくこうちょっと普段と違うアウトドアのファッションなんですけど、ちょっと今日意気込みがあって、ちょっとハマっていろんなものを見たいと思ったので。いいですね。結構山の中に今日は入る予定なんで、もうバッチリですかね。猫だけも鷹だけも OK だし、はい、今日はですね、秋真っ只中の自然を楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では行きましょう。はい、いや、嬉しそうに歩かれてますけど、さっきから鳥が鳴いてるんですよ。モズも鳴いてたし、あとホオジロですね。はい、この銅山ツツジのちょっともっとこれが今から赤みがかってきて鮮やかに、桜もすごくいい色に。桜一本一本色が違うんですね。本当ですね。ですよね。でこのグラデーションがまた緑の杉もまたあることで、すごく映えますね。本当綺麗。あ、これいいのを見つけたかもしれません。これちょっと今黄色く色づいてきてますけど、今ここに黒い実がなってますよね。この木ってすごく高級な爪楊枝とかの材料にもなる。へえ。匂いを嗅いでみてください。黒文字。毛黒文字。なんかすごい爽やかないい香りがしますね。上品な、お香のようなですね。これが毛黒オイルであるやつですよね。そう、これ葉っぱに毛があるので毛黒文字って言って、この枝が和菓子とかを食べる時の楊枝によく使われる高級なですね。で紅葉もこうやって黄色く綺麗に色づいて、すごく美しい植物ですね。これは結構高森峠に多いんじゃないですかね。贅沢で、このやっぱり実はおそらく鳥も喜んで食べますよね。そうですか。ちょっといい感じ。美味しそう。美味しそうですね。あそこの白いレースみたいな花ってあれなんで、あれが白根千球っていうお花ですね。秋を代表するお花で、レースみたいな、ね、まさしくね、すっごく上品な。ありがとうって言ってるんですか。千球。なるほど。今キョトンとして気づくのがみんな同じ。そうでしたね。葉っぱがほら、はい、セリみたいな。あ、本当だ。その通りです。セリの仲間なので、なんていうのかな、食べられる。
あ、これはあんまり食べないですかね。でももしかしたら新芽ぐらいは食べれるかも。はい、へえ、お、ちょっとこれ聞こえます？聞こえ、チッチッチッってやつ、チャッ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 チャ、これ皆さんよくご存知の鳥なんです。よく知ってる鳥という、ウグイス。あー、ウグイス、ホウホケキョじゃないんですね。そうなんです。夏場はホウホケキョだけど、冬場はこういうふうにチャッチャッって、これがもう地鳴き。地鳴き、はい、夏場はソング、さえずりですね。で、冬場のこういう、まあコールと言いますけど、それが地鳴きと言って、季節で変わるんですか？そうなんだ、そうなんです。もう秋から冬は子育てしませんよね。はい、そうですね。だから自分の縄張りを確保する必要がないので、ここで自分は虫を取って子育てをするから、これだけのエリアが必要だよっていうのが、あの縄張りなんですね。じゃあこれが本当の巣の鳴き方っていうで、そうですね、まあ地鳴きって言ってるけど、鳴き方、うん。今また見つけちゃったんですけど、あ、本当だ、地味だな。地味ですよね、パッと見は。この実がとても美しいんです。真っ黒に見えますけど、よく見てください、紫色。そうなんですよ、ちょっと粉を吹いたような濃い紫のような色で、これ青つづら富士っていう、ちなみに毒があって食べられないので、美味しそうなんです。何も食べない、はい、あまり食べないですね。で、私はこの中身がすごく面白くてですね、ブドウみたいに果汁があるんですけど、種の形、うん、そう、この種の形が、あのアンモナイトってわかります？ぐるぐるな、これちょっと見てみてください。アンモナイトみたいな形、あの筋がですね、もうアンモナイトそっくりなんですよ。本当だ、すごく面白い。ぐるぐる、真ん中が黄緑、はい、花咲いてますよ、花が。お、本当だ、はい、秋はこういう野菊のもうベストシーズンなので、はい、これは多分白嫁菜かな、はい、お嫁さんの嫁、はい、これ純白だからね。うん、ですね。これはまた綺麗だ。野の花の最後を彩る花の代表選手ですね。なんか綺麗な言葉、うん、野の花の、そう、もうね、島寒菊ですね。黄色い絨毯だ、これも菊ですね。さっき黄色い菊も、うん、黄色い菊早速出てきましたね。うわー、かわいい、ね、島寒菊、島寒菊、はい、島寒菊。こうやってなんか群生してる感じに、やっぱり菊ってどんどんこう脇に脇に増えていくので、こうやって塊でこう見ることができるから、すごく豪華で、なんか、ね、そうなんですよ。これって、はい、こういう山の中にもあるし、海岸ベタみたいな、はい、そういったところにもあるんですよ。すごく分布の範囲がいろいろ広くて、こんだけ広がれてもここの土地に合ってるっていう、そう、その通りですね。やっぱりこの場所がお気に入りで、この場所にたくさん咲いてるので、また少しずつどんどん増えるかもしれませんね。あの、私のとっておきの大好きな高森に来て出会って、これ大好きな花、あ、実ですけど、かわいい。これもうちょっとこう根元をたどっていくと、はい、この実がパチッと割れて赤い、あの赤いの、はい、でも同じやつ、はい、同じ実ですよ。これ、これあの、何だったっけ、名前忘れてしまったの。スルメモドキです。よく、はい、物産館とかでは、あの一巻500円とかで販売して、そうです、これカズラなんですよ。なので、これ今まだ黄色いんですけど、この黄色い実が今から、あの熟すとパカッと開いて、あの朱色のオレンジ色の、開いたらオレンジ色になる。そうなんですよ。で、これはなかなか数が減っているので、どこでも見られないんですけど、高森ではこういう嬉しい出会いが、はい、あのいろんな鳥や虫とかもきっと好きなんじゃないでしょうか、この実は。いやー、嬉しい。これは、これはいい。
このヘクソカズラがまた身近な実ですけどお気に入り。えい、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、うん、届いた。ほら、今鈴なりですよ。はい、来ますね。ヘクソカズラっていう名前は悪いですけど、うん、あの別名あのヤイトバナとかサオトメカズラとかって上品な名前が、うん、でもこれ臭くないの？すごい臭いからって。あの臭いです。でも、はいはい、あの実はですね、はい、乾燥すると臭みもなくなるし、この葉っぱをちょっと匂い嗅いでみて。いやいや、どうぞ。これはもう、でもそんな嫌な匂いですよね。思ったよりもそんな、あの、ゆるいカメムシみたいな。できてるね、種。ゆるいカメムシみたいな感じじゃない？で、この実も可愛いし。花は見たことありますか？ヘクソカズラの花は見たにしか見たことがない。白くてちっちゃくて可愛いからやっぱりサオトメなんですね。サオトメカズラ。はい、ドクダミと同じようにやっぱりこれも薬用として実を使ってて、あの赤切れとかこう寒い時期にこれをすりつぶしたものをこうつけると、まあ民間療法ですけど肌にいいそうです。だからあのまあ宝物ですよね。うん、大事にしていきたいですよね。なんかいろいろあるけど、あの結構山芋多いですよね。あ、知ってるんですか山芋。なんか気になりますよね。どれですか、どれ。これ、このハート型のこのこれですよね。さすが。なるほど、この黄色くなってるやつ。こっから出てきますね、はい、山芋。自然薯ですよね。ムカゴの時期はちょっともう過ぎたのかな、それか皆さんも。そうそう、山芋大事ですね。大事ですよね。結構ここ山芋ありますね、はい、うん、まあチャレンジしてみるのもいいかもですね。チャレンジしてみるのも、ね、動物とか、まあ、人について種を運んでもらう戦略を取ってる、飛ばしたいですよね。そうそうそう、心にですね。人によっては私大変失礼だなって思うんだけど、うん、バカって言う人いるんです。私もそんな言うんですか。いやいや、虫ついてる、言ってました。くっつき虫と呼んであげましょう。初めてバカと聞いた時驚いてショックでした。なんていうことこの人たち言ってんだろうって。ひっつき虫ってすごい方言がたくさんあるみたいで、はい、だからバカもやっぱりその方言の一つみたい。私たち雑誌って呼んでたんです。雑誌、うん、雑誌ってどういう意味。おそらくね、雑多の種子で雑誌、ちょっと好奇かもと思って言うんだけど。こっちはバカですよね。だからあ、バカがついたってね。そうそう。すごい綺麗ですね。わあ、このもみじいいですね。おお、綺麗だ綺麗だ。これはイロハモミジだね。イソメカマメコレハマイソメジ。上がりましたね。展望所なんですね。ここいいとこだと私は思うんですよね。ここすごい絶景が見える。絶景です。すごい。わー、これよくあの写真のポイントで見なってます。そう、でまた桜が咲いてる時に、はい、あの車のライトがこう何ですかね、開けたままでこう綺麗にこう桜が見えるような写真とか結構見ますね。そうなんだ、いいですね。これはなんか緑の中にこうポンポンって、ここはすごく紅葉がいいですね。でこういうとこ見てると時々ですけどね、うん、あのクマタカが飛んだりするんですよ。見たことがないですね、クマタカ。基本的にはクマタカは森林生で、林の中で小鳥なんかを撮るんだけども、ひょっと出てきて高森峠は本当に秋とかはですね、見かける時があるんですね。飛んでまた林の中に戻っていくと。いなくなってると思ってました。そんな出会いがあるともとてもラッキーですよね。本当高森でそういう熊鷹とかに出会うたんびに、それだけ大きな猛禽が住める場所ってことは、それだけやっぱり豊かな自然があるんだなって思って。皆さんはあ、カラスが飛んでるなって思うのをちょっと気をつけてみると、違うかもしれない、はい、大きさはカラスぐらいにやっぱり遠いからですね、見えてしまうので、クマタカなんかいないかなと思ってちょっと見てもらうのもいいなと。ね、いうことはいろいろ楽しめますね。そうなんです。うん、なんかこの吹いてくる風とこの景色と、うん、贅沢な気持ちになりますね。幸せ。
ここってどこなんですかね。高森町。もちろんです。はい、峠の上の草原まで今やってきたんですよ。はい、すすきがすごい。やっぱり秋といえばすすきですよね。本当綺麗綺麗。銀色のあの海に見えるんですけどね。本当銀色だ。そうそう、キラキラして風がそういう風が意外でも、はい、ですね。すすき高森って本当意外とこういうあの外輪山上に草原が点々としていて、もう地域の人たちの営みのおかげですね。ちょっと紫色に見えるけどあれなんだろう。ですか。ちょっと行ってみましょう。あ、登りますか。よし。あ、すごい。あった。いや、これ何か知ってますか。これは林道ですよね。そうですね。はい。いやー、美しい美しい。やっぱ熊本県の代表するお花なので、あ、こっちの方がまた。そうそう、それは光も当たってまた花束みたいになってますよ。豪華です ね、 いいですね、この林道。これ今から咲く感じの。そうですね、まあ、おそらくこちらが日が当たってもう咲いてて、向こうちょっと日陰でしたよね。ねえ、マキちゃん似合う。いいね、乙女。ね。あ、いいの見つけましたね。山らっきょうだ。これもこういう草原にはたくさん、高森のこういう場所ならでは。うん、山らっきょうですね。こんな鮮やかな色が出るのはなかなかないですよね。あの白い花もちょっと、ああ見つけましたね。いいの見つけましたね。綺麗だ。梅鉢。そうですね、梅鉢っていう名前もまた美しいんですけど、梅の花に似てますよね。似てる。もうこれはぜひともあのルーペを使ってみた方が。じゃあちょっと見てみましょう。もう美しさが際立つんですよ。みずみずしくないですか。一回近づけて。で、あのこれがですね、この黄色いのが、これ花粉がついてるやつなんですよね。この水玉みたいな繊細な針みたいなのは、これカリオシベって言って花粉が出るやつじゃないんですよ。ただ飾りみたいな。そう、ただの飾りです。あの虫たちをおびき寄せるためだけに作られてる飾り。で、本当に花粉が出てるのはこの太い黄色いこれ。これこの下の。はい、そっち。そうです。で、これは一個ずつ花粉をポンポンって出すから、まだこっちはまだできる。開ききってない。そう、なんかいろんな植物たちも自分たちの子孫を残すためにいろんな戦略を考えていて。梅鉢草も本当葉っぱもほら、そう、この葉っぱがすごく変わってる、ね、そう、なんか茎をこう抱っこするように、で、あの梅鉢っていう名前は、うん、それこそ菅原道真って、うん、あの神様、そう、神様になって、はい、学問の神様、うん、その人のあの門がですね、梅鉢門って言ってこれに似てるんです。そこから来たっていうふうに言われてるんですけど、高森の人たちがそうやってあの昔から大事にこうやってしてきたからこそ残ってる宝ですよ。こうやってもうなんか宝石みたいなのがたくさん。あ、梅さん、この可愛いこの赤い実ってこれなんですか。あ、これ。おお、綺麗だ。これは美しい。触るとチクリとするんですが、テリハノイバラっていう植物の実ですね。バラっぽい。そう、バラっぽい。そう、トゲがあるんですけど、花は真っ白くて、それも可愛くて、で、実はこうやって赤くてまん丸してて、ここに葉っぱがあるんですけど、よく見てみると。葉っぱにこう照りがあるの分かりますか。テカってるので照り葉。はい、こうやってちゃんとあの地域の人たちが野焼きをしたり牛を放牧させたりすることで、いろんな植物が育つ、もうなんか生き物の宝庫になってるんですよね。やっぱそれ一つが欠けたりしてもこの状態ってもう保たれない。高森の牧や組合の人たちは そういった意味ではこうもうスーパーヒーローです。リースなんかでも見たことあるような気がするんだけど。もう合うと思う。これぴったりです。これはちょっといただくぐらいは許されるんですか。そうですね、あの根ごととかは困るんですけど、はい、ちょっと実を少しちょっといただくぐらいならですね、大丈夫。はい、大丈夫。なるほどね。はい、はいはいはい、そう、やっぱそういう意味で自然の恵みを本当感謝するっていうのは大事かなって思いますね。ので
咲く花は野で見た方が、そうですよね、うん、もうここでしか育たないというか、動かしたら多分枯れてしまったりとか、うん、そうなんですよ、うん、こういう植物ってこの場所が好きで咲いてるので、うん、やっぱりそういう気持ちを尊重してあげるのも大事かなって、うん、花がよ皆さんこれ、はい、この淡い色のこの花って何ですか。あ、マツムシ。そうですね、なんでマツムシなんです。これマツムシっていうのはいろいろ諸説あるんですけど、はい、マツムシってスズムシの頃あることを言うんですけど、はい、そのスズムシが鳴く頃に咲くから、下が花で上が花が終わった後の実ですね。それがそうなの、はい、とっても可愛らしいですね。って珍しいやつ。そうですね、これはなかなか出会えないかもしれないですね。だから大事な高森の宝ですね。これもやっぱり絶滅。そうです、はい、心配される。はい、いや貴重だな。そうですね、初めて見ましたね。いや、この時期にこれだけの、まあ、野の花や木の実、そして紅葉も見られて、うん、まあ贅沢なところですね、本当。井上さん、田中さん、今日もですね、素敵な野草、そして野鳥を紹介していただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、日頃ですね、全然気づかなくって通り過ぎていた中にもですね、高森町ってちょっと改めて見るとすごく宝物がたくさんあるんだなっていうのを今回本当実感してですね、本当すごくいい時間が過ごせました。ありがとうございました。ありがとうございます。井上さんはどうでしたか。はい、私も改めてこうやってみんなで歩いてみて、こんなに幸せな時間が過ごせたってことに本当嬉しく思いました。今日は本当に楽しかったです。そうですね、はい、田中さんどうでしたか。はい、私も植物もそうなんですけどね、やはり今日秋を告げるモズとか、それから冬鳥でジョウビタキっていうのがいるんですね。それが今日もやってきていて、ちょっと姿がですね、捉えることができなかったんですが、鳴き声だけは聞いていただいたんですが、そういうこの素晴らしい高森の自然をですね、今後もますます秘密探していけたらいいなと思っている、本当にいい時間でした。はい、皆さんもぜひ野山を散策されてみてはいかがですか。自然との素敵な出会いが待ってますよ。BBC.